ポール・ゴーギャン、ウジェーヌ・アンリ・ポール・ゴーギャン、1848年6月7日から1903年5月8日は、フランスのポスト印象派の画家。生は、ゴギャン、ゴーギャンとも。ポール・ゴーギャンは、1848年2月革命の年にパリに生まれた。父、クロービス・ゴーギャンは、共和主義者のジャーナリストであった。母、アリーヌ・マリア・シャザルの母、 祖母は初期社会主義の首相者でペルー人の父を持つであった。1851年ナポレオン三世のクーデターで共和主義者であった父クロービスは職を失い、一家はパリを離れてペルーに向かった。しかし父クロービスは公開中に急死した。残されたポールとその母と姉はリマでポールのおじを頼って4年間を過ごした。母アリーヌは インカ帝国の陶芸品を好んで収集していた。ポールが7歳の時、一家はフランスに戻り、父方の祖父を頼って、オルレアンで生活を始めた。ここは、ゴーギャン家が昔から住んでいた土地であり、スペイン語で育っていたポールは、ここでフランス語を身につけた。ポールは、地元の学校に通った後、の格式あるカトリック系寄宿学校に3年間、通った。 1861年、13歳の時、パリの海軍予備校に入学しようとするが、試験に失敗し、オルレアンに戻って、リセジャンヌダルクを修了した。そして、商船の水先瞳習いとなり、世界中の海を巡る。1867年7月7日、母が亡くなったが、ポールは数ヶ月後に姉からの知らせをインドで受け取るまで知らなかった。その後、 1868年、兵役でフランス海軍に入隊し、1870年まで2年間、勤めた。1871年、23歳の時、パリに戻ると、母の富裕な交際相手、ギュスター・ブア・ローザの口利きにより、パリ証券取引所での職を得、株式仲買人として働くようになった。その後11年間にわたり、彼は実業家として成功し、 1879年には、株式が加害人として3万フランの年収を得ると、共に、絵画取引でも、同程度の収入を得ていた。1873年、ゴーギャンは、デンマーク人女性メットイコールソフィー・ガッド、1850年から1920年、と結婚した。二人の間には、エミール、1874年から1955年、アリーヌ、 1877年から97年、クロービス、1879年から1900年、ジャンルネ、1881年から1961年、ポール・ロロン、1883年から1961年の5人の子供が生まれた。株式仲買人としての仕事を始めた1873年頃から、ゴーギャンは、よかに絵を描くようになった。 彼が住むパリ旧区には印象派の画家たちが集まるカフェも多く、ゴーギャンは画廊を訪れたり、信仰の画家たちの作品を購入したりしていた。カミリユ・ピサロと知り合い、日曜日にはピサロの家を訪れて庭で一緒に絵を描いたりしていた。ピサロは彼を他の様々な画家たちにも紹介した。1876年、ゴーギャンの作品の一つがサロンに入選する。 1877年、ゴーギャンは川を渡って都心を離れたパリ十五区ボージラールに引っ越し、この時初めて家にアトリエを持った。元株式仲買人で画家を目指していた親友、エミール・シェフ・ネッケルも近くに住んでいた。ゴーギャンは1879年の第四回印象派展に息子、エミールの彫像を出品していたが、 1881年と1882年の印象派展には絵を出展した。作品は不評であった。1882年、パリの株式市場が大暴落し、絵画市場も収縮した。ゴーギャンから絵を買い入れていた画商ポールデュラミコール、デュエルも強行の影響を受け、絵の買い付けを停止した。ゴーギャンの収入は急減し、彼はその後の2年間、 徐々に会話を本業とすることを考えるようになった。ピサロや時にはポールセザンヌと一緒に絵を描いて過ごすこともあった。1883年10月、彼はピサロに画業で暮らしていきたいという決心を伝え、助けを求める手紙を送っている。翌1884年1月、ゴーギャンは家族と共に生活費の安いルーアンに移り、 生活の立て直しを図ったが、うまくいかず、その年のうちにツマメットはデンマークのコペンハーゲンに戻ってしまった。ゴーギャンも十一月作品を手にコペンハーゲンに向かった。ゴーギャンはコペンハーゲンで防水布の外交販売を始めたが、言葉の壁にも阻まれ失敗した。ツマメットが外交観光補正へのフランス語の授業をもって家計を支える状態であった。 ゴーギャンは、メットの求めを受けて、1885年、家族を残して、パリに移った。ゴーギャンは、1885年6月、6歳の息子、クロービスを連れて、パリに戻った。その他の子は、コッペンハーゲンのメットの元に残り、メットの稼ぎと、家族、知人の助けで生活することとなった。ゴーギャンは、画家として、生計を立てようと思ったが、現実は厳しく。 困窮して雑多な雇われ仕事を余儀なくされている。クロービスは病気になり、ゴーギャンの姉、マリーの支援で寄宿学校に行くことになった。パリ最初の1年に制作した作品は非常に少ない。1886年5月の第8回最終回印象派展に19点の絵画と1点の木のレリーフを出展しているが、ほとんどが ルーアンやコッペンハーゲン時代の作品であり、唯一、水浴の女たちが新たなモチーフを生み出した程度で、親身のあるものは、ほとんどなかった。それでも、は、ゴーギャンの作品を一点購入している。この時の印象派展で、前映画家の騎手として台頭したのが、新印象派と呼ばれるジョルジュ・スーラであったが、ゴーギャンは、スーラの天平主義を伏別した。この年、ゴーギャンは、 ピサロと反目し、ピサロはその後ゴーギャンに対して敵対的な態度を取るようになる。ゴーギャンは1886年夏、ブルターニュ地方のポンタバンの画家コミュニティで暮らした。最初は生活費が安いという理由で移ったのであるが、ここでの若い画学生たちとの交流は思わぬ実りをもたらした。シャルル・ラバルもその一人であり、彼は後に パナマやマルティニーク島への旅を共にすることとなる。この年の夏、ゴーギャンは第8回印象派展で見たピサロやエドガード画の手法を真似てヌードのパステル画を描いている。また、ブルターニュの羊飼いのように人物が現れるものの主に風景を描いた作品を多く制作している。水浴するブルターニュの少年は 彼がポンタバンを訪れるたびに回帰するテーマであるが、デザインや殉職の大胆な仕様において、明らかにドガを模倣している。イギリスのイラストレーターランドルフ・コールデコットが、ブルターニュを描いた作品も、ポンタバンの画家たちの想像力を刺激し、ゴーギャンは、ブルターニュの少女のスケッチで、意識的にコールデコットの作品を模倣している。ゴーギャンは、後にこの時のスケッチを、 パリのアトリエで油絵に仕上げているが、コールデコットの素朴さを取り入れることで、初期の印象派風の作品から脱皮したものとなっている。ゴーギャンは、パナマやマルティニーク島から帰った後も、ポンタバンを訪れており、エミール・ベルガール、シャルル・ラバル、エミール・シュフネッケル、その他多くの画家と交流した。このグループは、殉職の大胆な仕様と、象徴的な主題の選択が特徴であり、 ポンタバン派と呼ばれることになる。ゴーギャンは印象派に至る伝統的なヨーロッパの絵画があまりに写実を重視し象徴的な深みを描いていることに反発していた。これに対しアフリカやアジアの美術は神話的な象徴性と活力に満ち溢れているように見えた。オリシも当時のヨーロッパではジャポーニズムに代表されるように他文化への関心が高まっていた。 ゴーギャンの作品は、フォークアートと日本の浮世絵の影響を受けながら、クロアゾニスムに向かっていった。クロアゾニスムとは、批評家がベルナールやゴーギャンによる平坦な色面としっかりした輪郭線を特徴とする描き方に対して付けた名前であり、中世の尻尾焼き、クロアゾネの装飾技法から来ている。クロアゾニスムの神髄と言われる1889年の、 黄色いキリストでは、重厚な黒い輪郭線で区切られた純色の色面が強調されている。そこでは、古典的な遠近法や、色の微妙なグラデーションといった、ルネサンス美術以来の重要な原則を捨て去っている。さらに、彼の作品は、形態と色彩のどちらかが優位に立つのではなく、両者が等しい役割を持つ総合主義に向かっていく。年、ゴーギャンは、 パナマを訪れた後、6月から11月までの約半年、友人のシャルル・ラバルと共に、マルティニークのサンピエールに滞在した。ゴーギャンは、パナマ滞在中に破産し、当時のフランス法に従い、ラバルと共に、国の費用で本国に戻ることになった。しかし、二人は、マルティニークのサンピエール港で船を降りた。この下船が、計画的なものだったのか 突発的なものだったのかについては、研究者の間で意見が分かれている。はじめ、二人は原住民の小屋に住んで人間観察を楽しんでいたが、夏になると暑く、雨漏りがした。ゴーギャンは、セキリとマラリアにも苦しんだ。マルティニークにいる間、彼は十二点前後の作品を制作した。古外の情景を明るい色彩で描いたものである。島内を旅行して回り、 インド系移民の村も訪れたと思われるが、彼の後の作品には、インド的モチーフが取り入れられている。ゴーギャンのマルティニークでの作品は、絵の具賞、アルセーヌ・ポワティエの店に展示された。ポワティエと取引のあった、グーピル商会のテオ・テオとその兄で画家の、フンセント・ファン・ゴッホは、その絵を見て、感銘を受けた。テオは、ゴーギャンの絵を900フランで購入して、 グーピル紹介に展示し、不裕な顧客に紹介した。同時に、フィンセントとゴーギャンも親しくなり、手紙で芸術論を戦わせた。グーピル紹介との取引は、テオが1891年1月に亡くなった後も続いた。1888年、ゴーギャンは南仏アルルに移っていた、ゴッホの黄色い家で、9週間にわたる共同生活を送った。しかし、 二人の関係は次第に悪化し、ゴーギャンはここを去ることとした。12月23日の夜、ゴッホが耳を切る事件が発生した。ゴーギャンの後年の回想によると、ゴッホがゴーギャンに大使館みそりを持って向かってくるという出来事があり、同じ日の夜、ゴッホが左耳を切り、これを新聞に包んでらっしゃるという名の勝婦に手渡したのだという。翌日、ゴッホは、 アルルの病院に送られ、ゴーギャンは、アルルを去った。二人は、その後二度と会うことはなかったが、手紙のやりとりは続け、ゴーギャンは、1890年、アントウェルペンにアトリエを設けようという、提案までしている。ゴーギャンは、後に、アルルで、ゴッホに画家としての成長をもたらしたのは自分だと、主張している。ゴッホ自身は、 越天の庭の思い出で想像に基づいて描くというゴーギャンの理論を見てみたことはあったもののゴッホには合わず自然をモデルに描くという方法にすぐに回帰している。1890年までにはゴーギャンは次の旅行先としてタヒチを思い描いていた。1891年2月にパリので行った売り立てが成功し旅行資金ができた。 この売り立ての成功はゴーギャンに依頼されたオクターブ・ミルボーが好意的な批評を書いたことによるものであった。コペンハーゲンの妻と子供たちのもとを訪れてからこれが最後に会う回となったその年の四月一日出港した。その目的はヨーロッパ文明と人工的、印象的な何もかもからの脱出であった。とはいえ彼はこれまで集めた写真や すがや版画を携えることは忘れなかった。タヒチでの最初の三週間は植民地の首都で西大岡の進んだパペーテで過ごした。パペーテでレジャーを楽しむ金もなかったので、およそ四十五キロメートル離れたパペアリにアトリエを構えることにて自分で竹の小屋を建てた。ここで、や、といった作品を描いた。校舎はタヒチ時代で最も評価の高い作品となっている。 ゴーギャンの傑作の多くは、この時期以降に生み出されている。最初に、タヒチ住民をモデルとした、肖像画は、ポリネシア風のモチーフを取り入れた、バヒネのテティアで、花を持つ女と考えられる。彼は、この作品を、パトロンでシュフネッケルの友人に送った。ゴーギャンは、タヒチの古い習俗に関する本を読み、という独自の共同体や神についての解説に、 引き付けられた。そして、想像に基づいて、絵や木彫りの彫刻を制作した。その最初が、アれオいの種であり、オロガミの現世での妻、バイラウマティを表している。彼が、パリのモンフレイに送った絵は、全部で九点であり、これらは、コッペンハーゲンでなきゴッホの作品と一緒に展示された。売れたのはわずか二点で、ゴッホの作品と比べても不評だったものの、 好評だったとの報告を聞いてゴーギャンは意を強くし、手元の70点ほどを携えて帰国しようと考えた。いずれにせよ、滞在資金は尽きており、国の費用で帰国するほかなかった。その上、健康も害しており、当地の医者に心臓病だとの診断を受けていた。梅毒の初期症状であったとの見方もある。ゴーギャンは、後に、ノアノアという寄稿文を書いている。当初は、 自身の絵についての論評と多日での体験を記したものと受け止められていたが、現在では空想と表説が入り込んでいることが指摘されている。この本で彼はテハーマナ、通称テフラという十三歳の少女を現地で妻としていたことを明かしている。1892年夏の時点で彼女はゴーギャンの子を宿していたが、その後その子がどうなったかの記録はない。 芸術新潮2009年7月号によれば、流産したとのことである。1893年8月、ゴーギャンはフランスに戻り、タヒチの題材をもとに作品の制作を続けた。マハナのアトゥは、神の日、鍋鍋萌え、聖なる泉、甘い夢などである。1894年11月に、ポール・デュラーにイコール・デュエールの画廊で開かれた展覧会は、 ある程度の成功を見せ、展示された40のうち11点が相当の高値で、売れた。ゴーギャンは、画家がよく訪れるモンパルナス地区の外れにアパルトマンを、借り、毎週、サロンと称して、集まりを開いた。インド系とマレー系のハーフだという10代の少女を、囲っており、のモデルとしている。11月の展覧会の成功にもかかわらず、ゴーギャンは、 デュランイコールリュエルとの取引を失っており、その理由は明らかでない。これによって、ゴーギャンはアメリカ市場への売り込みの機会を失った。1894年はじめには、気候文、ノアノアのために実験的手法による、木版画を試みた。その年の夏には、ポンタ版を再放した。翌1895年、パリで作品の売り立てを行ったが、これは、失敗に終わった。 同年3月、画商アンブロワーズ・ボラールが自分の画廊でゴーギャンの作品展示したが、この時は二人は取引関係の合意には至らなかった。また、同年4月に開会した国民美術協会のサロンに、冬の間に陶芸家の協力を得て焼き上げていた、陶製彫像を提出した。この作品はサロンに却下されたという説と、シャプレの後押しによって、 うじて入選したという説があるこの頃には、妻メットとの破局は、決定的になっていた。二人が会うことはなく、金銭問題をめぐって争い続けた。ゴーギャンは、おじ、石戸アから1万3000フランの遺産を相続した、ものの、当初、妻に一銭も渡そうとしなかった。最終的に、メットには1500フランが分与されたものの、その後は、 シュフネッケルを通じてしか連絡を取ろうとしなかった。ゴーギャンは、1895年6月28日、再びタヒチに向けて出発した。一つの原因は、メルキュールド・フランス氏の1895年6月号に、エミール・ベルナールトが揃って、ゴーギャンを批判することを書いたことにある。パリで孤立したゴーギャンは、タヒチに逃げ場を求めるほかなかったと言われている。 同年9月にタヒチにつき、その後の6年間のほとんどをパペーテ周辺の画家コミュニティで暮らした。徐々に絵の売り上げも増加しつつあり、友人や支持者の支援もあったため、生活は安定するようになった。ただ、1898年から1899年にはパペーテで事務仕事をしなければならなかったようであるが、記録はあまり残っていない。 パペーテの東10マイルにある裕な地区に家を建て、広大なアトリエを構えた。好きな時には、パペーテに行って、植民地の社交界に顔を出せるよう、馬車を持っていた。メルキュールド・フランス史を講読し、パリの画家、画商、批評家、パトロンたちと熱心に手紙のやり取りをしていた。パペーテにいる間に、地元の政治では、次第に大きな発言権を持つようになり、 植民地政府に批判的な地元市レグウェイップス、スズメバチ市に寄港し、さらには自ら月刊知る総理で、市、後にジャーナル名称を、編集、刊行するようになった。1900年2月には、レグウェイップス市の編集者に就任し、1901年9月に、島を去るまで続けた。彼が、編集者を務めていた間の同志は、知事と官僚に対する、 口汚い攻撃が特徴であったが、かといって原住民の権利を擁護しているわけでもなかった。少なくとも最初の一年は絵を描かず彫刻に集中していることをモンフレイに伝えている。この時期の木彫りの彫刻がモンフレイのコレクションに少数残っている。十字架のキリストという50センチメートルほどの円柱状の木の彫刻を仕上げているが、 ブルターニュ地方のキリスト教長国の影響を受けたものと思われる。絵に復帰するとネバモアのように性的イメージをはらんだヌードを描くようになる。この頃のゴーギャンが訴えようとした相手はパリの鑑賞者ではなくパペーテの植民者たちであった。健康状態はますます悪くなり何度も入院した。フランスにいた当時、彼はコンカルノーを訪れた際によって喧嘩をし、 足首を砕かれる怪我を負った。この時の骨折が感知していなかった。その治療には、ヒ素が用いられた。また、ゴーギャンは失神を訴えていたが、現在では、これは、梅毒の進行を示すものと推測されている。1897年4月、彼は、最愛の娘アリーヌが肺炎で亡くなったとの知らせを、受け取った。同じ月、彼は、土地が売却されたため、 家を立ちのかざるを得なくなった。銀行から借り入れをして、今までよりも豪華な家を建てようとしたが、身の丈に合わない借り入れにより、その年の末には、銀行から担保権を行使されそうになった。悪化する健康と借金の重荷の中、絶望の縁に追い込まれた。その年、自ら必成の決策と認める対策。我々は、どこから来たのか我々は、何者か我々は、 どこへ行くのか押し上げた。モンフレーへの手紙によれば、作品完成の後、自殺を試みたという。この作品は、翌1898年11月、ボラールの画廊で、関連作品発展と共に展示された。これは、1893年にルランイコール、デュエル画廊で開いて、以来の、パリでの古典であり、今度は批評家たちも、肯定的な評価を下した。 ただ、我々は、どこから来たのかは、賛否両論であり、ボラールはこれを売るのに苦労した。1901年にようやく2500フランで、販売され、そのうち、ボラールの手数料は500フランであったという。ボラールは、それまで、ジョルジュ・ショーデというパリの画商を通じて、ゴーギャンから絵を購入していたが、ショーデが1899年秋に死去すると、直接の契約を締結した。 この契約でゴーギャンは毎月300フランの前渡し金を受け取るとともに少なくとも25点の作品を各200フランで売りその上画材の提供を受けることになったゴーギャンはこれによってより原始的な社会を求めてマルキーズ諸島に移住するという計画が実現できると考えたそしてタヒチでの最後の数ヶ月を優雅に暮らしたゴーギャンは タヒチで良い粘土を入手できなかったことから、陶器作品を続けることができなくなっていた。また、印刷機がなかったため、を使わざるを得なかった。ゴーギャンがタヒチにいる間に妻にしていたのは、プナ・アウイア地区に住んでいたパウラという少女で、妻にした時に十四歳半であった。彼女との間には二人の子供ができ、うち女の子は、生後感もなく亡くなり、男の子はパウラが育てた。 パウラはゴーギャンがマルキーズ諸島に行くとき同行するのを断った。ゴーギャンは最初にタヒチのパペテを訪れたときからマルキーズ諸島で作られた湾や武器を見てマルキーズ諸島に行きたいという思いを持っていた。しかし実際にマルキーズに行ってみて分かったのはここもタヒチと同様文化的な独自性をすでに失っているということだった。太平洋の島々の中でも マルキーズは、最も、西欧の病気、特に結核で汚染された島々だった。18世紀には8万人いたという人口は、当時4000人にまで落ち込んでいた。ゴーギャンは、1901年9月16日、ヒバオア島に着き、アトゥオナの町に住み始めた。アトゥオナは、マルキーズ諸島全体の成長があるところで、パペーテンよりは、開発が遅れていたが、 パペーテとの間で帰船の定期便があった。医師がいたが、翌年2月に、パペーテに去ってしまったため、ゴーギャンは、ベトナム人冒険家のングエン・バンカムと、プロテスタントの牧師で医学を学んだことがあるという、ポール・ベルニエに、病気の治療を頼ることになり、二人と親しくなった。ゴーギャンは、ミサに欠かさず通うことで、地元の司教の機嫌を取ってから、町の中心部に、 カトリック不教書から土地を買い取った。司教ジョセフ・マルタンは当初、タヒチでゴーギャンがカトリック側を支持する言論活動を行っていたことからゴーギャンに好意的に振る舞った。ゴーギャンはこの土地に二階建ての建物を建て、メゾン・デュ・ジュイル、快楽の館と名付けた。壁には彼が集めたポルヌ写真が飾られていた。初めの頃、この家には 写真を見ようと多くの地元住民が詰めかけた。このことだけでも司教には不快なことだったが、ゴーギャンは、その上、司教とその愛人と噂される召使いを当てこすった二大彫刻を階段の前に置いたり、カトリックのミッションスクールの制度を批判したりしたことで、司教との関係はさらに悪化した。ゴーギャンは、ミッションスクールから2マイル半以上離れた生徒は、通学の義務がないと主張し、 これによって多くの女生徒が学校に行かなくなってしまった。その中の一人、14歳の少女バイホ、マリーイコールローズとも呼ばれたを彼は妻とした。少女にとっては健康状態のますます悪化したゴーギャンを毎日手当てしてやらなければならず楽な仕事ではなかった。それでも彼女はゴーギャンとの同居を選び翌年には娘を産んだ。 1901年11月までに、新居を設け、売法、料理人と二人の召使い、犬のペゴを、猫一匹と暮らし始めた。ここでゴーギャンは、制作に専念するようになり、翌1902年4月には、ボラールに20枚のキャンバスを送っている。彼は、モンフレに、マルキーズでは、モデルも見つけやすいので新しいモチーフを見つけることが、できると思うと書き送っている。 ゴーギャンは、多七時代のテーマを避けて、風景が、生物が、人物の修作に取り組んだが、多七時代の絵を進化させた、扇を持った、若い女、赤いケープをまとったマルキーズの男、未開の物語という3作品を制作している。1902年には、ゴーギャンの健康状態は再び悪化し、足の痛み、動機、全身の衰弱といった症状に悩まされた。 9月には、足の怪我の痛みが激しくなり、モルヒネ注射をせざるを得なくなった。視力も悪化し、最後の自画像で彼はメガネをかけている。1902年7月、妊娠中だった、バイホがゴーギャンの元を去り、家族と友人のいる隣村で子供を産もうと、帰ってしまった。バイホは、9月に子供を産んだが、戻ってくることはなかった。ゴーギャンは、その後、新たな、 妻を儲けることはしていない。ちょうどこの時期に、ゴーギャンとマルタン司教との間でのミッションスクールを巡る論争が課していた。12月には、病気のため、ほとんどへの制作ができなくなった。前後録、アバンエアプレイと題する、自伝的回顧録を書き始め、2ヶ月で完成させた。表題には、タヒチに来る前と後の体験を綴ったという意味と、祖母の回顧録。 過去と未来への敬意が含まれていると考えられる。ポリネシアでの生活、自分の生涯、文学、海外への批評などが雑多に綴られたものである。その中には、地元当局や、マルタン市教、ツマメットやゲンマーク人一般などへの批判も盛り込まれている。1903年初頭ゴーギャンは、島の国家憲兵ジャンイコールポール・クラベリーやその部下の、 無能力や汚職を告発する活動を始めた。ゴーギャンは逆に、クラベリーから名誉毀損で告発され、3月27日、罰金500フラン、禁庫3ヶ月の判決を受けた。ゴーギャンはすぐにパペテの裁判所に控訴し、その旅費の資金集めを始めたが、5月8日の朝、休止した。ゴーギャンは名誉毀損で有罪判決を受けてから、 その酵素のための準備をしていた。この時点で体力は落ち込んでおり、体の痛みも激しかった。彼は再びモルヒネに頼るようになった。死は1903年5月8日の朝、突然訪れた。それに先立ち、ゴーギャンはポール・ベルニエ牧師を呼び、ふらふらすると訴えている。ベルニエ牧師は、ゴーギャンと言葉を交わし、容体が安定していると考えて立ち去った。 ところが、午前十一時、近くの住人、ティオカが、ゴーギャンが死んでいるのを発見した。そして、マルキーズ諸島の伝統的なやり方にのっとって、みえりのために、彼の頭を噛んだ。枕元には、アヘンチンキの空の瓶が置いてあり、その過剰摂取が死の原因ではないかと疑われることになった。他方、ベルニエは、心臓発作が死因だと考えている。ゴーギャンは、 翌9日の午後2時、カトリック教会のカルバリー墓地に埋葬された。1973年、彼の意思に従って、オビリのブロンズ像が横に置かれた。皮肉にも、ゴーギャンの墓の一番近くに埋葬されているのは、マルタン司教である。ゴーギャン死亡の方は、1903年8月23日まで、フランスに届かなかった。遺言はなく、価値のない家財は、 アトオナで競売に付され、手紙、原稿、絵画は9月5日に、パペーテで競売にかけられた。このように財産が速やかに処分されてしまったため、彼の晩年に関する情報が失われてしまったと指摘されている。メットコーギャンが競売の売上金を受け取ったが、およそ4000フランであった。ポール・セザンヌに、中国の切り絵と批評されるなど、同時代の画家たちからの受けは悪かったが、 没後西洋と西洋絵画に深い問いを投げかけたゴーギャンの孤高の作品群は次第に名声と尊敬を獲得していった。イギリスの作家サマセット・モームの代表作ガツとロック・ペンス、書簡は1919 19年出版の主人公の画家のモデルであった。2015年2月7日ナフや FA イポイポ、いつ結婚するの1892年作が プライベートセールにかけられ、史上最高額となる3億ドル、日本円でおよそ360億円で落札された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。